ダメよ、そんなんじゃチームは勝てんよ。寒がっとるようじゃ勝てん。あかんな、気合が足りてない。気合が足りてません。大体な、お前ら。監督さん、ね、僕、大学のレポートあるので、ミーティングも2時間やってるので、そろそろいいですかね。お前、アホか。今、チームにとってな、大事な話しとんねん。それよりな、お前自分のこと言うてすんのか、お前は。お前ら、あと3時間はやるぞ、3時間は。あっちょるな、大事な話し合いや。なるなる。大体な、お前らな、そういうとこを見てても分かんない。すいません。はいはい。本部が呼んでますんで、監督さん、ちょっと来てもらってもいいですか。すいませんね。今、チームにとって大事な話してんのよ。3時間後に伺いますので、要件だけ聞きましょうか。今回のアメプラ大学の活躍が凄まじかったみたいで、日本代表候補チームの監督にあなたが選ばれたんです。大変喜ばしいことだ。チームを代表して胸を張って行ってくる。来ます来ます来ます。先輩方、そんなに堂々とサボってて大丈夫ですか。大丈夫や。日本代表候補の監督就任やろ。1時間は帰ってこうへんて。そうですか。でもさ、どうする。監督も俺らと一緒で間違えて選出されてそれおもろいな。いや、おもろすぎるけど、ぶち切れて帰ってくるんで。めちゃくちゃおもろいけど、そうなったらそろそろぶち切れて小ネクタイ引きちぎりながら帰ってくるんだ。くそがらやがって。うっそだろだろ。てか先輩方、日本代表候補選ばれるんじゃないですか。え、何言い出すね急に。いや、冬季大会に結構来てたんですよ、スカウト。なんでも日本代表選考最後の合流組を見つけるための冬季大会だったみたいです。もし来るなら今日ですね。多分ギリギリで選ばれた感じなんで直接来ますよ。ほら、あの人です。ミーティング途中に呼びに来た人。あの人が本部もしながら日本代表チームにも携わってるみたいです。どんな人やったっけ？ほら、あの人です。眉毛、めっちゃ太い人です。先輩方も見たら一瞬でわかりますよ。失礼します。というわけで、うちの翔太、日野、純がな、日本代表選考合宿に選ばれた。お前ら、しっかり胸張って行ってこいよ。なるなるなる。しかも、アメプラ大学は、なんか3人の他に、せっかくの機会だからってことで、8人分招待してもらえてるんですよ。おー、え、じゃあ、お前らも来れるってこと？はい。僕ら、じゃんけんで勝ったら行かせてもらいます。おー、絶対勝てよ、勝てよ。勝てよ、勝てよ。先輩から聞いてください。おやったよかったやんけ。おい、後輩5人に入ったか。いいね、やるね、ナイスナイス。ただですね、先輩方、うん、監督さんが自分も行くって言ってたんで、だらだら、後輩は4人ですね。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。はい、ちょっと先輩方、何ですかその格好。遊びに行くんじゃないんですよ。でも自由時間ぐらいあんのやろ。海行けるかもな。うん、いや、まあそうですけど、周り見てみてくださいよ。こんな遊びに行くような格好してるの先輩方だけですって。まあまあ、楽しみやな、お前。いやでしょ。あ、機内食、機内食。お、ビーフかチキンやった。どっちにしよう。どっちも美味しそうやな。あー、確かにビーフもいい。悩むな。チキンで。あ、チキン、チキン、いいね。Sorry. Seems to have run out. Let me see if I can find some replacements. なんで。チキン品切れみたいです。え？ビーフだけ？ビーフだけ。いや、代わりのものを用意するみたいです。あ、そうそうそう。あ、なんやろ。フィッシュ。お、魚さん。それや。
Fish or fish? Fish. Fish, ne? Sorry. Seems to have run out. Not that. I will see if I can find a replacement. Fish, 品切れみたいです。品切れ？はい。一匹よ、まだ。まあ、一匹だけ？まあ、でも代わりのものを用意するみたいですよ。ああ、そう。どんな仕入れしようね。Beef or salad? うん。サラダ。サラダです。サラダか。ビーフか。まあビーフはね。ビーフはね。Beef or salad? ビーフ。まあまあ、それね。ビーフはね。それビーフ。楽しみ。ビーフで。Sorry, this sir is first. No, cheese. Ah, go, go, go. ちょっと楽しみすぎて。Beef. Beef. Okay. Thank you. Beef or salad? Beef. まあ、フィッシュさんもチキンちゃんも良かったけどね。Sorry, seems that beef had run out. I'll see if I can find a replacement. One second. ビーフ品切れみたいです。サラダ先生。いや、でもなんか代わりのものをなんか用意してる。Okay, we seem to have salad or asparagus. Asparagus? Usso da lo! Asparagus? Yes. Asparagus. Asparagus? Sorry, the asparagus? Yeah. Salad or asparagus? Asparagus. How many asparagus? Oh, one asparagus. Wow! Usso da lo! Asparagus, wow! Yes. One asparagus. One only. Yes, one only. Cooked asparagus? Oh, no, it's uncooked. Uncooked asparagus! Yeah. Usso da lo! So, salad or asparagus? Salad, de chan. I'm shining that. Sorry, it seems like we have run out of salad. We only have asparagus left. Salad or asparagus? Asparagus only. Asparagus only? Asparagus only, yeah. Cooked asparagus? Uncooked. Cooked asparagus. Thank you.ちょっとうるさくなるよ、ごめんね。アスパラガス美味しい。美味しい。バラバラある。まあ、お前だけに言うとるやん。チーム全体や。環境の乱れはチームの乱れ。バラ。しっかりと徹底していきなさい、オッケー。はい、すいませんでした。お前らもね、先輩も、ちょっと目を通せそこに。なんで先生が言わへんの？誰も言わない。なる。ちょっと、ちょっとお前ら言わなあかんのちゃうの。そこをしっかりとお前らは、意識して、強いチームはやっちょるよ。監督がいちいちなんや、どうかやどうか言わんよ。強いチームの、数チームと同じレベルの戦いに挑むに言ったら同じレベルの環境を整えないね。しっちょりとはしっかりとそこを意識していかないといいね。前のな練習試合の時もそれでお前結果出たやん。違う、それで分からないか、言われて分かる前に自分たちで分かるかどうか、それが大事やから。ラチュル、ラララララララ、ラチュル、ラララララ、ラチュルか。はい、ちょっと目見てやらせ、先生の。ラル、真剣に話しとんね。はい、ふざけてる見えるか。ラル、真剣に話しとんね。ね、お前らオッケー、気合入れ直す。もっと肌で野球を感じる。ラル、それもっとにしよう。肌でもう強いチームやん。先生はもう敏感よ、肌が敏感。嘘つけ。感じる、肌から感じる。そんな一日にしていきましょう。OK。 はいはいはい、はい、解放。どうした、どうした、テントウムシ距離取ってからさ、やばない、ほんまに。俺にこらへんのやばかったです。おや、もたすぎちゃう。引きのせい、あそこまで行ったら。どこの湿気腐ってるって言うの。なる。ナイス守備。ナイス守備。
なる。監督、お疲れ様でした。ありがとう。よはい、なるなるなる。そうそう、そこでグッとためをつける。はい、お前らもね、しっかり大事なのはためて解放よ。はい、わかりました。ためて、はいはい。全然もしついてる。もっとグッと、しょうもっとグッと、はい、な、はい、全然もしますね。もっともっとグーためるか。はい、ためが足りん、ためが足りん。はい、しっかりとためをつくる。しんどいしょんどい。 OK、 はい、しっかりためて、ためて、はい、あれどんだけ先生はきっとお前たちなら羽ばたける日が来ると信じちょる。偽りだからすぐにボロが出るね。お前ら当日ラインはどないしや。なるなる。1年坊主の時怒っとって、2年の時もね。最近もうええの。なるなる。お前らそんなんやから2年も1年も今送ってきちょらよ。なあなあなっちょんね。いえ、一番大事よ、チームで。ほうれん草って聞いたことある？なるなる。ない？バカだからお前ら。あ、あります。ある？あります、うん、バカにはわからんか。なるなる。わかる？ほうれん草わかります。報告連絡、そう、掃除か。バカじゃん。あ、相談。そうね、なるなる。ね、コミュニケーションよ。地形あれぞ。ねえ、おちょくっちゃうか。ねえ、野球の前にな、えらいことあるやろ。まずほうれん草の徹底。嘘をつくな。嘘なんかついちょるやつに言ってんな。ちょれ、おはよう、教授はどうだ。あ、おやつかよ、ちょ、ぼちぼちやらせていただいて。そう言ってもらうと嬉しいですね。ありがとうございます。昨日の会議欠席者しな。おやおやおや。いや、はい。ローニー先生から聞いたと。会議に来てなかったって。いや、あれ腹痛でちょっとじゃあなんでその連絡ないんだ、バカだ。なる。いいか、社会人の基本のほうれん草がなってないんだよ。バカだからわかんないか。報告連絡、バカじゃん。あとさ、腹痛とか言ってたけど、ジョニー先生曰く野球部の練習の方に行ってたと聞いたぞ。嘘つきやがってな。ほうれん草と嘘をつかないこと、これくらい最低限やなかい。監督、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 目が冴えましたか？あ、先生、ストレスとちょっとした疲労ですな。あとお酒もちょっと飲みすぎですよ。そうですか、すいません。それではオペを始める。メスを使わない簡単なオペです。失敗でもしない限り入院もしないで今日歩いて帰れますよ。そうですか、では先生よろしくお願いします。おや、ええ。
それではオペを始めます。メス、うん、先生、メス使うんですね。痛かったら言ってくださいね。痛いです。1週間程度の入院になります。あいつめ、次の手術はアメリカからメイが来てくださいます。安心してください。 Alright, let's begin the operation. This is a very easy operation. I will not use a scalp, and if everything goes well, you'll be able to walk today, I think. Oh yeah?No mess? Yes. Oh, thank you. Let's begin the operation. Mess? さらにあと1週間だけ入院することになりました。なる。先週と今日手術してくださった先生は本当に優秀なんですか？今日アメリカから来た先生は優秀な脱毛クリニックの先生です。キモすぎ。とにかく安静な1週間を過ごしましょう。退部届が入ってる。はっきり言う、お前も野球やめろ。覚悟はできた。あなたとサードは2年のミネタが今日から復帰する新体制で必ず日本一を勝つ。おや、ミネタさんから連絡がありまして、グランドクルーズ中に両足同時に捻挫してしまったみたいで、半年は野球できないみたいなんです。サード、翔太は、これはまずいぞ。まずい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 。ミネタから連絡があった。なんと全治1週間ということや。これであのサブレ翔太をわざわざブニ置く必要なくなったで。覚悟できた。あなたとサブは2年のミネタが来週から復帰する必ず日本一を勝ち。おや、ミネタさんからまた連絡がありまして、病院からグラウンドへ来る途中に両肩同時に脱臼してしまったみたいで、全治半年になりそうです。サードサード翔太は、解放エクステンション。